はい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 、あ、急だな、ちょっと。ジェイターン。ジェイタン？ジェイタン？ん？ジェイタン、お久しぶりです。なんだそのテンション。お元気ですか、ジェイターン。ジェイタンじゃねえよ、お前、お前さ、いきなり韓国行っといて、ジェイタンじゃないだろ。あ、これ時差かな？声が遅れて聞こえてきます。ジェイターン。時差ねえよ、そんなに韓国と。お元気そうで。どういうことよ、韓国、いきなり。あ、やっぱそうなる。もうその件は本当に申し訳ない。で、置き手紙すればよかったね。さ、ジェイタンに愛を込めてね。そんな可愛いテンション。拗ねないで、ジェイタン。可愛いのでごまかすな、お前、そんな。あれ、意外と優しいな。そんなブランディングあるか、お前。うん、やりづらい。もういいよ。うん、もういい、全然いい、全然いい。もうこっちはもう、そういうもんだと思ってる。あ、もう慣れたもんだで、早いね、うん。慣れたもんよ、もう。はい、韓国って感じよ。はい、韓国よ。ちょっと俺も後ろめたさがありすぎてこのテンションで行くしかなかった。いいね、いいよ、もういい。多分分かってると思うけど、例の件で。はいはい。あれ、ジェイタンでも、あ、なんで上半身裸なんですか。あれ、ジェイタン、ジェイタン、これもしかしてお取り込み中だった。もう、最中。ちょ、ごめん、ちょっと黙って、ちょっとごめんなさい、バカやな、お前。最中だね。ガチで、隣にオンラインやつじゃん、今。ちょっとごめん、静かにして、撮影してるから。あ、やだやだ、ジェイタン、やだやだ、ほんとに。いつもエッチしてんだもん。嘘です。バカやな、お前。嘘です。元気そうだね、テンション高い。元気よ。ちょ、落ち着いて。はいはいはい、一回落ち着こう。あの、例の件で、うちらはあの動画を一回出してるんだけど、もともとノーブルマンの時に俺と J はもう入ってるわけじゃん。うん。で、あんたどうするっていうのを。はい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 。うん、いや、もうそれはもう俺はもう社長一択でしょ。どう考えても。やっぱめちゃめちゃ奥さんになってるから。うん。愚問だったね、これは。そっちのサラちゃんのチャンネルのやつも見たけど、うん、もう俺全く俺も同じ気持ちよ。もう本当ね、うん、あのリークいない時もお世話になってるから、俺は。え、俺抜きの回あったの？そうだよ。もう去年あなたいなくなってる時もノーブルマンみんな集めてくれて、うん、どうするって作戦会議しようぜって言ってご飯連れてくれたり、ほんと困ってる時助けてくれたよ。そうなってもうただの俺の愚痴大会やん、それ。愚痴で盛り上がるやつやん、お前。それはまあ、それはそうなんやけど、お前な、ほんまよそ行って俺の愚痴べちゃぐちゃ言うのやめろよ、お前。あれ全部入ってきてるからな。え、ほんとに、まあ、あの上等手段のさ、リックンのファンですみたいな感じで近づいてきた女に、俺の愚痴とかで下げすんで自分のものにするやつ。やめろよ、お前。ああ、当時の手口な。もう全部入ってくるからな。もうそこら辺なんだ、信用すんなよ、お前。お前さ、もう今俺、リックンのファンですよ、もう帰れよ、お前帰れよ。なるわ、俺もう。それひどいだろ。嘘、それ言い過ぎだ、それ。お前なんでそんな目輝いてるの。え、なんでそんな目キラキラしてるの。こうやって話すとき、スタンド立てるやん。で、スタンド立てるときって大体リングライト使うんやけど、リングライトあるんやったらもうつけた方がいいやんっていうことよ。キモ、お前。見て、この輝き。ただのテレビ大事だよ。目の奥輝いてるか、お前。お前、死んだ魚の目、もうやめろ。卒業しろ、お前。そういうなんか病んだもうブランディングやめろ。輝け、もっと。希望に満ちろよ。じゃあ、お前、ええねん、もうそんな話は。病んだやつしか集まってこんぞ、お前、それ。ええねん、もうお前真剣な話を言うてんねん。珍しくかけてんねんからさ、こっちから言ったらさ、俺と J のこの関係が続いてるのも社長のおかげみたいなとこあるやん。そうね、ほんまにあの人熱いで。一回さ、まあ、J 分かると思うけど、あの夜中さ一回電話かかってきたよ。いや、 J 社長と飲んでて、あの時、うん、ずっと社長にお前今すぐ J に出ましょう、 J に出まして謝れ。で、俺も嫌ですって言うやん。顔も見たくないですって言うやん、もちろん。なんで嫌なの。逆に今電話せなかったら絶対許さへんって言われて。あ、まあでも言ったらあれきっかけだよ。あれきっかけで俺たちの関係もまた戻ったみたいなとこあるな。そうそうそう。実はあの時俺が謝ってる横でパッて見たら社長号泣してたからね。そういう人だよね、本当に。え、なんで社長が泣いてるんって。いや、本当に熱い人なんだ、あの人。そう、本当に熱い人。お前らが仲悪いのは見てられへんっつって、うん、お前らその筋とか、うん、本当にピュアな心持ってるし、筋通してるし。いや、これだけは覚えとけ、忘れんな。人間関係において一番大事なのは、うん、筋、道理やぞ。
紐に銘じとけよ、筋と通りね。筋と通り、お前、どの口が言ってたお前、それ。お前。テンション高いな、お前。しかもあんな急にさ、他のクリエイターが上がってるの見たよ。急に社長変わってな。でもどういうことっていう、もうやだやだっていう、もうこういうもう大人のね。じゃあ、だから俺も会社のことはちょっとよくわかんないけど、でもやっぱ一緒に仕事したい人っていうのはやっぱ選びたいよ。選びたいっていうか、そうね、あの人は本当心でやってる人だから。じゃあやっていきますか っていう話やっやていってきんまけしょうよ、そど、れは。じゃあ、ごめんな、今回ちょっと俺、今回も長居せえへんから、もう短期で、すぐ帰る予短期定なやのねんね。けど、もうほんま、ちょっとオンマの借金だけがあって、お前借金してんのか、お前。今それをちょっと頑張って返してんねんけど、もしあれやったら、ちょっと手持ち余裕ある？なんて？その借金が早く返せ終わったら、日本に戻るのも必然と早くなるから、ちょっと友達として、5升や。いくらまでいける？ぶっちゃけ。貸せと。30いける？3000。全 万も3000通りな越らしギてリ。全。ギリ3000。俺とお前加味のし、関いろい係ろ。で？そうそう、この関係を加味して3000。3の全。じゃあ、俺もないんだよ。全然稼いでねえだろ、どう考えても。もう苦しいのはお互い様だ。みんな見ててわかると思う。あ、持ってないよね、J はって思ってるよ、みんな、多分。登録者30万もいんのに 30万もいて、一番稼いでない、多分日本一。30万界レペ隈ゼンの話聞いても涙流しそうだった、俺。レペゼンの話聞いて、本当に分あかるわーって思ったもん。しかも、見たの？まあ規いい模や、感よ無その視、話やめよそうやね。じゃあ、そうやね。でも、まあ、今回は戻ったらさ、ジャパンどうなの？ジャパンはさ、温まってんじゃん。韓国はもう今、や、もう全まあ部蒸し全まっちゃ然、ってるまかだ全然ダメ。ら。あ、続全い然てダんメよ。だ。まだ緊急事態伸びたし、開けたらすぐオリンピックやりますって言ってるから、もうわけわからん。五輪はやるんだね。ゴリもやる、ゴリも。強行突破だ。本当。やるみたいですよ。イカてんな、マジで、いろいろと。そうな。いや、俺さ、決してな。ちょっと思ったの。で、俺今回戻ったら、ちょっともう日本とか韓国とかそういうの一回抜きにしない？あ、ちそょっのとワ枠ール組みドワイね。ドに行かない？一回出よう、エイジアを。いや、ほんとそれな。なんかそんいや、なそ考れえはもほんあっと。て、あれニューヨークとかどう？なんかワクチン打てるらしいよ。うわ、ニューヨークめっちゃ好き。一回しか行ってないけど、めっちゃ好え、き。行ったことあんの？行ったことある？大人になってから行ったことあるよ。めちゃめちゃいいよ。子何こ供れ？の時に美術親と館？行った旅行とかじゃなくて、違う違う、大シ人になっャバいてやからつじゃちゃなんくと。て。大人になってからちゃんと俺はニューヨーへカーやってきたから。え、いいよミュージね。カル行こう。やっぱ本場のブロードウェイ。いいよ、そのミュージカルとかはいいっすわ、自分そんで、な、じゃお前、ほんと清すらごいかかならさ。心ないんで、すみません。本当に音楽の力、ミュージカルの力すごいから、めちゃめちゃいいから、本当にもうもう出た涙、出た。もう、とちょぎれる。俺一回なんかね、ジェイが自分のなんか出てたミュージカルの舞台にさ、招待されて行ったよな。申し訳ないけああ、来ど、たね。俺途中で爆睡してたから、申し訳ないやん。でもね、舞台あるある。それはあるあるなの。もう、席着いたらなんか眠くなんねん。でもね、俺もね、何本も見たの、ニューヨークで。もうめちゃめちゃ、もう時差もあって、めちゃめちゃ眠いな。爆睡したらずっとガーッつって。で、寝てん爆じゃん。睡してパッて見たら、めちゃめちゃいいシーンで、もうブルーアーナみたいなやつだから。逆に？先 生、本当だから。本当。え、すっぽり抜けてんじゃん、間。いや、もう全然そんなん関係ない。もう一瞬パッて見た瞬間、ブルーアーナみたいなやつだから、もういい歌歌うなーっつって。嫌いやわ、そういうやつ。どういう顔して泣そういうく感ねん、じ。それ。先どん生、な面しそうていう泣いもてん。んねん、それ。あたかも、まあ最初から見てましたっていう顔で泣くけど、それは。す べて伝わっていくの、その一瞬で。一瞬のことなのよ、ミュージカルって。すべて本集約されてるの、そお こに。前みたいなやつが羨ましいよ。輝けよ、お前。明日にきらめけよ、お前。行こう。まあ俺でとも、いたら大丈夫。輝けるから。言う、大丈夫よ。来たやんけ。元気そうでよかったわ。なんか、こっちがテンションで押し切ろうと思ったのに、その倍ぐらいのテンションで帰ってきたから、なんか
しんどくなってきた電話わ。来たからちょっと嬉しくなっちゃって。そうなんや。まあ、じゃあちょっと俺が帰るまでちょっと待っといて。事務所の件はじゃあとりあえずそれで OK ね。それ行こう。じゃああんたからも社長に連絡しといて。分かった、俺電話しとくわ。俺らもじゃあちょうそっどち俺に。も今、なんだっけ、ぎっくり腰だから今、腰痛くて、ちょうどいいわ。キモ？